ソニーのカメラを購入して動画を撮影したいんだけどちょっと設定の仕方がわからないというお悩みにお答えします。 どうも皆さんこんこにちは映像クリエイターの石田内です今回の内容はソニーのカメラを購入してこれから動画を撮影したいでもちょっとその設定の仕方がわからないまたはちょっとカメラを購入してたんだけど全然設定の仕方が分からなくてちょっと諦めてしまったという方に向けてあのなるべく簡単にその動画向けの設定についてお話をしていきたいなと思います。今回は えとどのカメラでやろうか迷ったんですけどあのひとまず α7S3 であのカメラの設定をやっていきたいなと思います α7S3 を使うので比較的 α のカメラだったら、まあ、大体似たようなあの設定になると思うので参考にしていただければ幸いです動画の設定をするときにはこのダイヤルの動画のとこに合わせてくださいこれ写真とあの動画だとちょっとメニューが変わってくるのであのそこはちょっと気をつけていただければなと思いますじゃあ早速ちょっと 一つずつ見ていきます。でまず撮影のとこなんですけども、で撮影の画質を見ていきます。で記録方式に関しなんですけども、あの大きく分けて 4K かあとは HD というのがあります。で 4K っていうのが今ま画質の中ではまあ一番綺麗なもので、で HD がその4分の1にサイズになります。で 4K で撮った方がいい方っていうのはあの最高画質を求める方でそれからパソコンあとはあの SSD とかハードディスクのキャパがある方は、あの、もう遠慮なく 4K で撮られるのがいいかなと思います。で、HD を使った方がいい方っていうのは、動画を始めたてで、あんまりそのパソコンのキャパがないとか、あとは SSD とかも、あの、たくさん購入できないっていう方は、あの、HD で撮ってもいいかなと思います。で、それから今、その 4K とか、あの、HD の中で、いくつかその HS とか S とか SI っていうのがあるので、ちょっとそれを簡単に説明していきます。4K の方で言うと、XABC、HS、それから S、 それから SI っていうのがあります。で、この今一番下の SI っていうのが、あの基本的には一番画質が良いというふうには言われてます。で、その代わりファイルのサイズがかなり重たくなります。こちらの SI を使うと、あの編集するときには少しこう軽くなります。 じゃあ次にこの XABCS なんですけども、まあ、こちらはこの先ほどの SI に比べてあのファイイルのサイズがずっと軽くなりますでこちらは H264 のコーデックっていうのを使っていて基本的に多くのパソコンとかデバイスで汎用性があってあの使いやすいフォーマットになります。 でその上の XABCHS なんですけどもこちらが H265 のコーデックを使っていてでこれが H264 のコーデックに比べてこれは次世代のコーデックになってで高品質であとは高圧縮をかけてるものになります HS の方がその S に比べてさらにファイルが軽くなりますただその分その編集によって重たくなったりすることがあったりあとはその新しい265っていうコーデックなのであの場合によってはあの再生できないあのデバイスとかが出てきますで僕はどれを使って 基本的にはあの HS を使っていてあとはあの場合によってはあの、まあ、一番画質が良いと言われてるあの SI を使うようにしています。じゃあ次なんですすけども動画の設定で,すでこちらは記録のフレームレート 2460α7S3 の場合には120とあります。で基本的にはこの24に設定してください。 記録フレームは何かっていうと1秒間の中に何枚の静止画が入っているかっていうことになります。なので例えばこれ24にすると24枚でこれが上の60にするとあの60枚というふうになります。なので例えばこの60のフレームレートを使うとあの スローモーションにすることができるんですね。1秒間に必要なフレーム数が24だとすると、あの60にするとそれ2倍以上のフレームがあるので、例えば半分のスピードにしてもあの綺麗に再生することができます。なのでここはあの撮影の状況によって変更するので、基本的には24。常にこうスローモーションを使う可能性があるっていう方は60でいいという感じです。なんかこうカメラの設定とかって基本的に高ければ高いほどなか良さそうに見えるんですけども、フレームレートに限ってはそうとも限らないっていうのだけ。 頭に入れれていいただければなと思いますで次記録設定なんですけどもこれは基本的に高いやつを選ぶのをおすすめします。今の設定だと1 5 0 m b 4 2 0 8ビットっていうのがあったりあとは2 0 0 m b 4 2 2 1 0ビットっていうのがあるんですけども 10bit を使える方はあの間違いなく422の1 0ビットで取った方が色のんな情報がきれいに残ります。 で8ビットのカメラを使っている方だったらあのなるべくこの左側の今 150m っていう数字があるんですけどもこれが高いやつを選ぶとそのより綺麗な画質で録画することが可能になります。次、えー、S&Q、スローククイック設定ですでこれはあのカメラによってはここの SQSQ っていうのがあったりあとは機種によっては α74 とかだと確かここで切り替えられると思うんですけどもあのこれ基本的にはフレームレートあの24フレームにしてください。で ここの次のフレームレートっていうのがちょっと大事になってきてでこれが1から1248153060120、まあ、場合によって240とかまであるんですけれども漢字としては120フレーーームですすると4倍5倍のスローモーションになりますでこの S&Q モードっていうのはの撮った瞬間にスローのまま録画されるのであの音は集音することができません。 スローモーションにしたい時は 120fps を選んだりあとは例えばタイムラプスを撮りたい時とかあとはハイパーラプスを撮りたい時早送りをしたい時にはこの1フレームとかを選ぶと録画している時点であの早送りの設定になっていますでこの記録設定についても先ほどと同じように基本的には一番高いやつにしてくださいで今1フレームにしてると24倍クイックモーションという形に出ていてでこれを反対に120にすると5倍スローモーションというふうに出ておりますなのであのでこの 出てくる表記を参照していただければあのどんな感じになるかっていうのがあのわかるかなと思います。で次このプロキシ設定なんですけどもプロキシっていうのはまあ、普通のオリジナルの素材に合わせて編集用にちっちゃく素材をあの録画してくれます。これは使っているソフトによってこのプロキシが使えたり使えなかったりします。 次、撮影のメディアですでこのまず最初のフォーマットっていうとこなんですけどもあの何か自分がデータを取り込んだりした時にはあのなるべくそのカメラのこのフォーマットからあのフォーマットするようにしてくださいでそうするとあの間違いなくきれいにデータを削除すす。ることができますその次記録メディアの設定っていうのがあって、まあ、これはあのダブルデュアルスロットの場合だと例えばスロット1かスロット2かっていう形で選べます。 で記録モードなんですけども同時に記録するっていうのはあの1と2に同じ写真と動画を記録するという形になりますでこれ場合によってはその写真のローファイルとあとは JPEG を分けたりとかあとは写真だけ動画だけっていう形にあの分けることができますで僕の場合はもう常にこのデュアルスロットっていうのはもうバックアップっていうことで考えているので常にあの同時記録にしていますで次ファイル設定 でここのファイル設定なんですけどもあのこれ変えられたら変えると結構あの後から便利になりますで一番最初のソニーの,あの動画のファイルの名前って例えば C00102 とかってなるんじゃないですかでこれたくさんの動画とかを撮っていくとそのファイルがめちゃめちゃ出てくるんですよねでそうするとそのあから同じそのファイル名が出てきたりすると結構めんどくさくなったりするのであの僕の場合には日付とタイトルっていう風に入れてますでこのファイル名形式のとこに行くと日付タイトルとか タイトル日付みたいな感じで選びます。で、僕の場合だとタイトル名設定のところであの、まあ、下を見てもらうと、その何年何月？何日で僕の場合にはタイトル名っていうので、まあ、このカメラの名前アルファ 7s3 っていう風うに入れてます。そうするとあのこのファイルを見ただけで、そのいつ撮ってでどのカメラで撮ったかっていうのが、このファイルの設定をしておくとすぐにわかります。 次撮影モードなんですけども、最初露出モードなんですけども、これはあの露出 msap というのがあります。で、これはあの合わせるとその横にすぐあの説明が書いてあります。で、この露出モードについては、僕はあの1本詳しく動画を出しているので、あの知りたい方はそちらを参考にしていただければなと思います。 で基本的にはそのマニュアルで撮ると一番あのいろんなことがこう自由にできるあの自分の思い通りになりますただこう例えばスナップとかあとは Vlog を撮ってるような方だとあの場合によっては S とか A とか P を織り交ぜていくのが僕はあの賢い選択かなと思っていますで次は手ブレ補正なんですけども手ブレ補正で、まあ、これはきりにするかスタンダードアクティブという感じで選べますでアクティブだとこう一番手ぶれ補正が効きます たただその分少しし画角がクロップされたりしますでこれをどういう時に使い分けるかっていうと僕の場合は三脚に乗せる時は基本的にキリにしています。でそれからジンバルに乗せる時はスタンダードにしています。でキリにしてると例えばちょっとあのビビたる揺れみたいのが出た時にあのキリだとそこら辺のショック吸収を取れないのでスタンダードにしています。 でアクティブにするとあのちょっと画角が狭くなるのとあと場合によってはのその変な風に補正がかかったりするのであのジンバルの時はスタンダードにしています。で,手持ちで撮影すす。るににはもう基本アクティブにしていますでそうすると非常にこう手持ちだけどこう滑らかに撮影することが可能です。 でこのズームっていうのはあのズームの範囲っていうのを選べて、まあ、光学ズーム超解像、それからデジタルっていうのがあってで光学っていうのはもともとズームレンズの場合例えば 18mm から 105mm みたいな感じであのこう回すと変わるズームですね。でそれが光学ズームで、 デジタルズームっていうのはこうデジタルにこうズームするので、でこれはあの画質が劣化します。超解像度ズームっていうのはあのフォーケーで撮影しているときだとあの画質の劣化なく1.5倍にすることができます。なのでこのズーム範囲っていうのは僕は基本的には超解像度ズームを入れています。それでは次は撮影画面の表示になります。でこのグリッドラインの表示なんですけども、で今このグリッドラインの種類これを三分割に入れてるとあの線が 横二本縦二本見えますよねでこれによって構造を決めることができますで例えばその自分が狙いたい場所に合わせてあの構造を配置してあげると綺麗なあの写真や動画を撮ることができますでこれは好みに合わせて、まあ、今みたいな三分割だったりあの方眼にしてみたり対角線というのが設定できますでこの記録中の強調表示なんですけどもこれは何かというと 動画を撮影しているときに、動画の枠が赤い表示になります。で、これをしていることによって録画しているっていうのがすぐわかるので、で、これかなり重要な設定なので、これはいつもオンにしておいてください。で、次、マーカー表示です。で、このマーカー表示は何かっていうと、で、このセンターマーカーっていうのを入れると、 今、この真ん中に、あの、十字のマークがついています。で、これによって、あの、まあ、どこが真ん中かっていうのが、あの、わかります。で、このマーカー表示を入れているとグリッドがオフになるので、まあ、どちらか好きなのを選ばれるといいかなと思います。次に、えっと、アスペクト比マーカーっていうのがあります。で、これは、 例えばあの映画とかだと上下がこう黒い帯で覆われてますよね。そういった比率に合わせて印をあの入れることができます。で例えば2.35対1の場合だとあの白い線が今2つ上と下に出てると思うんですけども、まあ、そこをそこはその黒い帯が入るよっていうことで構図を考えることができます。で僕はだいたいあのアスペクト比マーカーを1.85とか2.35あたりに入れています。それから露出についてです。 で露出であのここで設定すべきなのは何かっていうとまあシティ言えばこの ISO 感度範囲限定というところですねでこの ISO 感度範囲限定っていうのはそのオートで撮影しているときにどこまでその ISO 感度をオートで上げるか下げるかっていう設定になりますでこれはその例えば下限上限っていうのはその自分の持っているカメラのキャパに合わせてあの設定するといいかなと思いますで例えばこの α7S3 の場合だとまあ僕の場合だとその共用できる 感度っていうのが 25, なんですねでここまでだとノイズも編集の段階で消すことができるんでこれに設定していますでこれが例えば α7-3 を使っていった時とかだとこれを12,800とかいうふうに合わせていましたなのでここはあのご自身のカメラの実用感度に合わせてこの上限を変更するといいかなと思いますで次ホワイトバランスについてですけど で、これホワイトバランス。僕の場合には、あのー、この K っていうのに合わせています。で、まあ、これはこのケルビンの略で、これ右を押すと自分でホワイトバランスの値を変えることができます。で、これを小さくすると2500とかにすると青っぽくなって、まあ、9000とかにするとあのオレンジっぽくなります。で、これであの状況に合わせて変更するようにしています。で、機種によってはこの 色温度の設定ができないのでそういった場合にはこのアイコンマークで設定していきますでこれはまあご自身でいじってみると、まあ、太陽だったらオレンジっぽかったりあの電球だと青っぽくなりますホワイトバランスも1本詳しく動画を出してるのでそちらを見ていただければいいかなと思いますで次なんですけどもこのカラートーンのこのピクチャープロファイルっていうのが動画の場合じゃと大切になってきますで 動画を初めてやった方とか、あのこれから撮っていく方っていうのは、まあ、ソニーの場合、あのソニーの場合だったら、この PPOF とか p p 1でも僕はいいかなと思います。で、これはそのままその見た目の写真の色と同じ感じで出てきます。でもし あの少し動画に慣れている方だったら PP6 とかまあ機種によっては PP11 があるので,でここら辺を使うとちょっとサイドが落とされた感じであの撮影ができるので,でそうするとあの編集あのカラーーコレレクションンとかググディングで少し幅が出てきます PP9 だとあのログ3とかで撮影できるんですけどもその人によってはちょっとあのログで撮影すると結構難しかったりするんですね。でそういった場合には PP6 PP6 PP11 とか PP 11をおすすめしますでログが分かるよって方はもちろんこれログで PP9 で撮影したらいいかなと思います次オートフォーカスマニュアルについてなんですけどもまあ大切になってくるのがこの AF トランジション速度それから乗り移り感度かなと思いますでこのトランジション速度っていうのは何かというとこれはフォーカスの切り替わる速さを表してるんですねで例えば高速にしていると切り替わる速度が一瞬で こう前から後ろにフォーカスが切り替わります。でこれを例えばトランジションの速度を一番遅くしてあげると切り替えるの速度が遅くなります。 でこれは例えばこのようにタッチフォーカスでフォーカス送りをしたい時にはなるべく低速であのトランジションを切り替えてあげるといいです。でまあ僕の場合はそのジンバルに乗せてる時とかなどはこれフォーカスのスピードを速くしています。この AF 乗り移り感度っていうのはこの敏感であれば例えば例えば画面で A っていうものにフォーカスしてきてで B っていうものが入ってきた時にこの 敏感だでこれを粘るにしていると例えば A がいてで B が入ってきてもこの B にフォーカスがいない行かないで,でこちらの A に止まってくれますなのでこれもこの状況と場合によってあの変更するといった感じです。で次フォーカスエリアなんですけどもこれは初めての場合だったら基本的にワイドにしているのがおすすめです。基本的にワイドにしていると重要なものが入ってきたところにそこにこうフォーカスが合うようになります。 なのでこれが多分一番最初は使いいいやすすかなと思いますでもし慣れてきたら例えばゾーンにするとこの枠を動かすとそこのそこに来るそこにあるものにフォーカスをなるべく合わせるようにします。今例えば熊にピントがあって右にずらすとあの鳥にピントが合うっていうような感じであの場合によってはこれも使いやすいです。であとは中央固定っていうのがあって。 で、これはその真ん中にあるものにフォーカスを合わせるっていう機能になります。で僕は大体この3つをあの使うようにしています。で、次、顔瞳 AF ですけど、まあ、これは基本的にあのオンにしているといいかなと思います。で、顔瞳枠表示っていうのも入れてると、あの、フォーカスが合ってるのか合ってないのかっていうのも、あの、すぐわかります。このピーキングっていうのなんですけども、これピーキングを入れるにしてると、これが、あの、マニュアルでフォーカスを合わせたいときに、 フォーカスがが合ってているとこに赤い色が出てきます。ちょっと見にくいと思うんですが、今鳥にちょっと赤い枠が出てきてます今後ろにピントを持ってったら熊、まあの足にちょっと赤い表示が出てきます、まあ、このようにしてマニュアルフォーカスにした時にピントが合ってるかどうかっていうのをこうすぐ分かる機能になりますそしてですねえっ、ー、と最後セットアップのとこに行ってまずファインダーモニターっていうとこがあるんですけども えとこのファインダーモニターの選択であの基本的にはあのモニターマニュアルっていうところに合わせるといいかなと思います。でこれファインダーにするとこのファインダーを覗いた時だけ見えるようになります。でオートだとそのファインダーを覗いてる時にはファインダーでファインダーが覗いてない時にはモニターっていう形になるんですけども動画を撮影してるとあのジンバルを使ったりとかいろんな機材で時々ファインダーに手がかぶったりしてでそれで画面が急に見えなくなるのでモニターにしておいた方がやりやすいです。 そしてモニターの明るさなんですけども基本的に僕は野外晴天にしていることが多いですでそうすると結構外で撮影していてもあのモニターを見ることができできますまあただその代わり電池の消費が早くなりますだから場合によっては室内とかだとマニュアルでちょっと暗めにしてもいいかなと思いますでも忘れやすいので僕は野外晴天によくしていますで表示オプションのとこに行くとガンマ表示アシストっていうのがあってこれあのログで撮影される方にやって これはオンにするようにお勧めしています。で、そうすることによって、ログで撮影した時っていうのはサイドが薄く撮影されるんですけども、それを通常の写真みたいな感じで綺麗な適正な露出で出てくるので、あの、自分が正しい露出で撮れてるかどうかっていうのが判断しやすいです。で、このガンマ表示アシスト方式っていうのはオートにしとけばいいかなと思います。で、そして次に、えっ、ー、と、おそらく大切になってくるところが、えっ、ー、と、 自動電源オフ温度っていうので,でこれ標準にしてるとそのカメラによってはすぐその熱でカメラが止まっちゃうんですね。でそれをあのこのこう高いにしてあげるとそのある程度カメラが熱を持ってもあの撮影を続けてくれます。なのでこれ基本的に僕はあの高いにするようにしています。というわけで今回の内容はソニーのカメラの動画を撮影する時の設定についてのお話でした。 まあ今設定についてダーッとやってったんですけども、まあ、一つ一つ説明しているとまあ結構時間がそれぞれいってしまうので、まあ、それぞれまたあの別に動画を上げていきたいなと思いますでもし本日の動画がお役に立てれば高評価ボタンチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ